はい、キロミセ三目です、これはですね、土地の柱になります。こんな、こんな ありますけど、まあここは多分柱に使うときにはね、もう見えなくなる部分かなというところですね。まあ、全体的にはそうですね、まあおとなしい感じですけど、ちょっとね、正面のこの部分がね、ちょっと老けた、ね、腐りかけというか、まあ、実はしっかりね詰まって、あの硬さも十分なんですけど、まあ見た目がちょっとね老けた感じになってますね。はい、まあ側の方はまあこうね、少しこう、ここにちょっと大きいね、あの節が入ってたりとか、こっちにもね小さい節が入ったりとか、まあ、節とかがありながら、そうですね、まあ、あと芯持ち材なのでね、まあ、芯が入ってて、まあ、あとはあの芯の影響でね、割れないように、まあ、背割れで、要は芯の影響で、大きく動いたりするんですけど、その動いてるのここで、ここの部分でね、強制的にノコギリを入れることで、ここの部分が開いたりして他のところがね割れたりするのをね防ぐ役割があるのが、背割れとかね、背割りとか言われるものになりますね。背割りを入れたことによってね、ざっくりね大きく割れたっていうのは、そんなにそんなに、ここのところがね少し割れが入ってるくらいで、はい、まあ、そういうふうな感じでね、仕上がってます。サイズの方がですね、長さが3メーターあって、そして太さが、縦と横が昇格で同じサイズで185、そして奥行きが185という感じですね。185の角になります。尺貫法でいうと六寸角の柱と言われるものになります。オイルをね塗って、濡れ色でね、どういう風な感じでこう色がね出てきたり、木目とかね、その辺がこう出てくるのかをね、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、それでは、オイルの方ね、塗っていきましょう。まずは回転させて、反対からですね、背割りの入ってるね真裏から、塗っていきましょう。これがね背割りになりますね。ずっと強制的に、どこでね、割れを作ったものになります。まあ、ここの部分はね、だいたい建築とかに使われる場合はもう、見えないところになりますね。はい、裏の方はね以上になります。はい、そしてまた回転させて、今度はね正面の脇を、両脇を塗っていきましょう。まずはねこちら側の脇ですね。こちら側の脇は正面の左側の、脇ですね。この柱を立てた時にね、左側に来る脇になります。いいですね。いいね、あの濡れ色が出てきた感じですね。はい、側の方はね以上です。今度はまた回転させて、今度は真逆の、側の方をね、塗っていきます。こちらの方が、柱を立てた時に右側に来るね、側になりますね。
はい、側の方はね以上です。そして、最後にね塗るのがメインの、正面のね、台面の塗装になります。年輪があんまりねそんなにこう際立たないこう土地の木ですけど、やっぱ塗ることでねやっぱ表情が出てきて、この辺のちょっとねこの老けたところもね少しこう目立ってきてしまいましたけどね、まあまあうんいい感じですね。塗れ色はなんかいい感じですね。はい、こんな感じでしっとりねした感じになって、そうですね、ここの正面のところもまあこの割れが入った大体のところはここの部分は多分、地面のね床下というかねそっちにこう入り込む部分なので、大体この辺から上が、まあ、見えてくるんでしょうけど、やっぱり、ね、ちょっとこの辺がやっぱ好みですかね。こういう風なね自然のこの感じがやっぱり、ね、好みによってね好き嫌いがやっぱり分かれてくるのかなっていうところですね。はい、では木のねところもこの節が入ってますね。はい、まあ、全体的にはやっぱりこうおとなしいね、木目でね本当に控えめなあまりこう主張しない、ね、柱にはなっているので、まあ、そういったところでね一本こうね柱を立ててみて、どういうようなね空間作りになるのかっていうのが楽しみなところかなっていうところですね。太さがねやっぱ6寸というね18センチの角なので、まあね今の住宅からするとねだいぶ太めの、飾り柱とかね床柱になるのかなっていうところですけど、木自体のね木目がそんなにこう際立つものじゃないので、ある程度太くてもそれはそれで、太さでね主張して、しっかりねそういったところで存在感をね、アピールしてくるのかなっていうふうな感じもしますね。はい、こんな感じでですね、今ね土地の、柱にねオイル仕上げをねしてみました。まずまずねいい感じで仕上がったのかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。